はい、遅くなって申し訳ないんですけど、3月のね、おすすめ映像3選というものをやっていこうと思います。はい、もう4月に入ってしまったんですけど、3月の、おすすめ映像3選というコーナーですね。で、僕が、3月中に見た動画の中で一番インスピレーションを受けたりとか、皆さんにお見せしたいなと思う動画を、共有させていくコーナーです。で、今回もね、僕の中ですごく、参考になった動画が3本ほどあるので、そういった動画の、個人的なね、見解も含め、皆さんにお届けできたらなと思っております。はい、じゃあ早速見ていこうと思うんですけど、まず1本目はですね、みんなも知ってると思います、マットゴモって呼ばれる方ですね。で、マットゴモは今インスタグラムで10万人以上いる映像クリエイターの方なんですけど、この方もね、サム・コーレラさんと同じで映像ディレクションもしながら自分が被写体になってる、クリエイターの一人です。ぜひご覧ください。 I spent a majority of the last year on the roadThis type of lifestyle demands having tools that can keep up and last. まあ、何が面白いかっていうと、まずこの Google さんと、タイアップの映像制作なんですけど、なんか基本的にタイアップ動画って音楽に合わせたかっこいいもの、ミュージックビデオっぽい映像が多かったんですけど、今回ってこういう今までのマットコモの、スタイルを貫きながら、こういったなんか企画、ストーリーテリングな映像表現になってるので、こういう感じですかね。個人的にマットコモっていうのは音楽に合わせたサウンドデザインがすごく上手くて、そういった表現が自分の中で多いと思ったんですけど、まあ、こういったね、ストーリーテリングな表現も含め、またなんか新しさがあったので、なんかすごく面白いなって個人的には思いました。例えばね、 Google カレンダーで、まあ、レコーディングして、そうで実際にレコーディングして、この後のストーリーとしては、例えば機材を借りたりとか、スタジオを抑えたりとか、打ち合わせしたりとか、その制作の過程を全部見せつつ、最後映像制作撮影で、こういった表現になっているというのを全体的に、演出した映像となっております。で、この動画なんですけど、まあ、全体で5分42秒という感じになっておりまして、まあ、なんかもちろんマットコモ自身が、もう本当に被写体になって、マットコモが出す、マットコモの媒体で出す、マットコモがアクターのでかつディレクションもした映像っていう、もう本当に日本ではありえないような海外のスタイルの、第一人者となっております。このね、つなげとかね、かっこいいよね。ちょっと撮りたいな。はい、でマットコモのかっこいいところって、まあ、この色味もあるんですけど、なんかね、このライトの表現だったりとか、あとサウンドデザインですかね、サウンドデザインが本当にうまい。これ多分ね、サウンドデザインなくしたら一気に多分質が下がると思うんですけど、映像表現の中で効果音っていう存在っていうのはすごく重要な位置づけになってきますので、自分の映像クリエイティブね、もう一歩上を行きたいという方は、ぜひ、効果音をね、意識してみてください。このマットコモの映像を見たときはすごく自分自身も感動したし、なんかそのサウンドデザインだったりとか、こういったストーリーテリングな映像はやっぱ表現してみたいなと思ったので、今回皆さんに共有させていただきました。はい、そんな感じですかね。で、次、はい、この PC のトップ画を見ていただければわかると思うんですけど、皆さんもご存知のね、ピーター・マッキンノンさんですね。ピーター・マッキンノンさんは、まあ、改めてご説明しますと、説明する必要ないと思うんですけど、YouTube 上で映像チュートリアルだったりとか Vlog とかね、そういったコンテンツを、たくさん上げている方でして、この動画で僕はすごく感動したんですけど、ピーター・マッキンノンさん自身の、コンテンツではないんですけど、ピーター・マッキンノンさんが紹介する、かなり動画って撮影してんだこれっていうのを、集めてる、動画なんですけど、ちょっと端折って見ていきたいと思います。これです、しょっぱな。これを見ていただいて、動画撮影するんだよってまず思っていただけたらと思います。はい、まず車ね、車の中撮ります。はい、うわ、ドライバー撃たれた。で、後ろ、そこからどうやって車の外に出てきてるんだっていう、まだ攻めてる。そう、このシーンをビハインドシーンで見ると、こういった感じ。ここまでは分かるじゃないですか、よくあるやつね。で、こっから
中にカメラ入れて、Oh, there was a dude dressed as the seat! はい、ピーター・マッキーノさんリアクションされてるんですけど、まあ、シートに隠れてるね、まあ、カメラマンがいまして、それを受け取ってるっていう、もう、なんていうだろうな、そう、ここですごく学んだのは、まあ、撮影素材を編集してかっこよくするのももちろんなんですけど、いかに撮影の時点で、こだわりをね、出しているかというのがすごく重要になってくるんですね。今回はこういった映画のこういったもうガチガチの映画スタイルでの撮影なんですけど、僕がいつも作るイメージビデオだったりとか Vlog とかでもこういった動画撮影してんだろうっていう技法は活かせるのではないかなと思ったので、今回こういった動画を紹介させていただきました。はい、なのでこういったねものもぜひ参考にしてみていただければなと思っております。はい、じゃあ最後ですね、これは今回なんでこの動画になったかって言いますと、実際にこの動画表現をしている国ドバイに僕は先日行ってきて、いろんなね、ロケーションも撮ってきたんですけど、これを見た時に自分の映像レベルとクリエイティブがもう本当に雲泥の差ぐらいのクオリティだったので、ちょっと負けたなって思うのと同時にやっぱりうまいなって思いましたね、ビューティフルディスティネーションですと。でこれもマットコモさんと同じでサウンドデザインの仕方がうまいんですよね。ちょっと見ましょうか。今テーブルからマップに行くまでのこのエフェクト、まあ、エフェクトというかカメラワークなんですけど、この表現はすごくうまいなって思ったし、このライトでつなげる部分と効果音をつなげる、ビューティフルディスティネーションさんの映像クリエイターのレベルは本当にちょっと桁違いと思いました。この辺はねよくありがちなやつなんですけど、もちろん色も綺麗だしエフェクトも綺麗、効果音も綺麗、ドローンとかハイパーラプスも想像以上に綺麗だし、このシーンとかもいいね。そう、つなげといい、これは本当にうますぎますね。僕も本当ドバイとか行ってたんですけど、そこでは撮れなかったものも撮ってるし、やっぱね全体的な規模感がレベル違いというか、でもう一つね、この動画はもちろんかっこいいですけど、それだけじゃなくてこの YouTube の概要欄に行きますと、金曜日、土曜日、日曜日といって、なんかこの見てる視聴者も一緒に俺らと旅をしようぜぐらいな感覚で概要欄に文章がぐわーって書いてあるんですね。なので金曜日はまず街並みでいろんな、こういったなんて言うんだろう、屋台があっていろんな人たちがいるんだよっていうのをまず表現して、次に砂漠に行ってでこんなプールリゾートがあってっていうのを、まあ、なんか視聴者も一緒に旅してるかのような感じで演出してる、この総合的な部分が個人的にはいいなって思いました。なので僕も早速 YouTube でそういったね表現していこうかなと思ったのと一緒に、やっぱりこのビューティフルディスティネーションさんのコンテンツのレベルはやっぱり、ね、世界的にもすごく高いなってのは思いましたね。はい、まあ、僕もねこういった表現できるように日々頑張りますので、ぜひね今後とも楽しみにしていただければなと思います。はいはい、いかがでしたでしょうか。今月の映像3選なんですけど、僕がね個人的に本当に気になったものを紹介するコーナーだったんですけど、前回も結構好評でこういったね今月のなんちゃらっていうねコーナーは引き続きやっていこうと思っているので、ぜひね感想とかコメントいただければなと思っております。はい、じゃあそんな感じで今月のね映像3選4月になってしまったんですけど、次のねコーナーも楽しみにしていただければなと思っております。はい、それでは本日はどうもありがとうございました。